皆さんおはようございます。クワガタビリーダーのアニアです。今日の動画なんですけど、僕の自己類大ライン、回ラインについてね、お話ししていけたらなと思います。まあ、どんな話かっていうと、まあ、今期の結果だったり、トランジスチック構障害だっていう僕の発見もあったので、それもね、全部ね、話していけたらなと思います。それでは、今日もよろしくお願いします。はい、というわけです。で、早速話していきましょう。で、まず一番最初にタランドゥース回ライン、オスの最大個体は 82.5 ミリかな。で、メスが56ミリ。で、これに関して感想を言うと、オスはちょっと大型出せなかったんですけど、メスはね、56ミリっていうね、大物じゃないタランドゥースなのに、もう56ミリっていう大型出たのは、素直に喜ばしいなって思ってます。で、僕の回ライン、自己類大ラインは3代目で、もう本当最初の頃は75ミリと50ミリの両親から始まって、そっから2代目が82ミリぐらいかな、オス。で、メスが53ミリ。で、3代目が、オスが54ミリから、メスが54ミリ。で、今回、オスが82ミリから、メスが56ミリって、徐々にサイズ上がってってます。まあ、オス今回下がっちゃったんですけど、で、それが言いたいんじゃなくて、僕は今回アベレージ良かったよっていう話したくて、で、メスの56ミリ台が1匹、55ミリ台もちらほらいて、で、54ミリ超えが、まあ、5匹ぐらいいて、去年は54ミリ超えるメスが1匹しか浮かしてなかったんですよ。まあ、それが良かったなともあるんですけど、オスの80ミリ超えが6匹ぐらい浮かしてきて、で、去年は、オスの80ミリ超えは2匹しか浮かしてこなかったんですよ。で、その時点でもうだいぶ、回ラインのアベレージが上がってきたなっていう風に、肌で感じました。うん。まあ、幼虫飼育してて、正直、今回もなんか微妙なのかなって思ったんですけど、実はそんなこともなくて、70ミリ台も、まあ、かなりの、ほとんどが70ミリ台で、まあ、大成功。じゃあ、まあ、僕は正直今回の結果は、オスの最大個体以外にはもう大満足してます。まさかメスが56ミリ出るとは正直思ってなくて、なんかもう、次に期待しかないというか。あと、今、浮かした子たちのお父さんが85ミリなんですけど、その個体は90ミリより大きい顎の個体で、その顎をね、なんとか継承させようとして頑張ったんですけど、なんか子供たちの中にちらほらね、でけえ顎持った個体がいたりとかしたので、なんか引き続きね、その大きい顎をね、継承して いけたらなと思います。で、今回気づいたことがあって、先ほど言った、まあ、メス54ミリ超えとか、オスの80ミリ超え多く浮かしたよっていう子たちは、大体お母さんが54ミリの子だったんですよ。で、やっぱり54ミリ超えのメスを使うと、子供、なんか明らかに大きくなるなっていうことが分かったんで、僕はこれから、メスはもう50、カイラインも、まあ、ダイナキャットも、メスはもう54ミリ超えしか使わないようにしようかなって思ってます。試しに50ミリとか、その52ミリとかの個体も産ませてみたんですけど、やはりサイズが全然違いましたね。もうアベレージが違くて、さらに、いろいろ試しで、90ミリ超えの、タランドゥースと、あとカイラインの50ミリの個体も、ペアリングしたんですけど、やっぱりメスが小さいと、その子供もね、あんま大きくなりづらいっていう傾向だったので、やっぱアベレージ出すんだったら、メスだなっていう。僕が言わなくても、皆さん知ってるかもしれないですけど、実際の実体験で僕は、もうメス大きい方がいいなっていう風なことが分かったんで、まあこれからね、大型狙う方は、メスが54ミリ超えでいいと思います。まあ、正直、タランドゥース、大型、狙う気ないよっていう方だったら別に何ミリでもいいと思うんですけど、もう僕はもう54ミリ超え、もうメスを使ってこれからペアリングしていこうかなと思います。オスのサイズも大きいに越したことはないと思うんですけど、もう本当に大型狙うんでしたら85ミリからがいいんじゃないかなって思ってます。まあ、その辺はまあ皆さんに任せます。まあ、90ミリのね、おやつ買ったところで、子供も全然68ミリとか出るし、タランドゥースは結構ばらつきがあるクワガタなので、まあ、その辺はオスは正直あんま気にしなくていいのかなと思います。まあ、やっぱメスがでかければ、その分やっぱ有利かなっていう
感じはします。であと気になったのがやっぱり大きいメスを使ったら食べ方が違うなっていう風に感じました。まあ、ちゃんと食べてくれるから大きくなるのは当たり前なんですけど、テンションの中でフラフラせずにどっしり構えてもぐもぐ食べるみたいな感じでしたね。うん、やっぱそういう個体は大きくなりますね。で逆に小さい個体はなんか日数が短いでもうすぐ暴れて8日ってなってで羽化したらちっちゃいみたいな感じだったので、その辺僕の菌糸の扱いとかが良くなかったのもあるのかもしれないですけど、やっぱ大きいメスから使った方がいいのかなと思います。はい、というわけで今回の動画なんですけど、まあ、結構今回はね、いろいろ僕が思ったことを長々と話すっていう、僕のこと興味ない方、タランドゥース飼育に興味のない方だったら別になんかあんま面白くない動画だったかもしれないんですけど、まあ、とにかく何が言いたいかっていうのをまとめると、まあ、今期はアベレージが良かったです。そしてメスが大きい方がいいなっていう、まあ、当たり前なんですけど、メスが54ミリ超えたメスを使うといいなっていうことに気づきました。まあ、それに伴い幼虫もね食べ方いいので、まあ、そうした方がいいんじゃないかなっていうことを話したかったです。というわけで、まあ、まあ、こんな感じになりましたけど、まあ、カイラインね、まあ、メスがもう少しで交食するので、普通にカイラインの子たちとペアリングもしますし、カイラインのメスとね、タビーさんから譲ってもらった個体ともペアリングさせたり、あとダイナケットと混ぜたり、まあ、今期は54ミリのメスがちらほら多いので、もう54ミリ超え、このメスは全て手元に残してね、ペアリングして幼虫取っていきたいなと思います。というわけで、いつも僕を応援していただき、本当にありがとうございます。それじゃあね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。